はい、どうも、モロさんです。さあ、今回はですね、体毛ケアを紹介したいと思います。最近はですね、まあよくいろんなところでね、耳にするかとは思うんですけども、体毛ケア、しっかりね、している方が、女性からの好感度が高かったり、まあそれに伴ってね、身だしなみとか、おしゃれとか、そういったところにね、気を使ってるんだなと思ってもらえます。最近だとね、もう体毛ケアしてる男性の方が多いんじゃないかなと。それぐらいね、今浸透している男性の体毛ケアと。まあ、そこでね、今回の体毛ケア商品を紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちら。ギャツビー除毛フォーム。塗り広げやすく洗い流しやすい簡単除毛、さっぱりすべすべ肌に、濃厚泡で垂れ落ちにくい、有効成分が毛の内部にしっかり浸透する浸透促進処方、肌をいたわる保湿成分配合、腕、足、脇、胸、お腹にも使える、すっきりとしたマリンシトラスの香り。はい、というわけで、こちらおなじみ株式会社マンダムさんから出ているね、ギャツビーの除毛剤シリーズ、まあ、その中からね、今回は除毛フォームですね。でこれね、除毛フォームなんですけども、シリーズ展開されている中でね、毛量が普通から少なめの人向け、僕の場合ね、体毛は少なめなので、今回はこちらね、除毛フォームやっていこうかなと思います。で、あとね、このフォームを選んだ理由がね、もう一個あって、やっぱりね、フォームといえば泡。で、しかもね、このギャツビーの除毛フォームは、垂れにくい泡で出てきてくれるっていうのがね、また特徴的ですね。なんといってもね、やっぱ簡単。泡ってね、やっぱ楽ですよね。まあ、その後ね、この除毛フォームの先端についてるヘラだったりを使って、まあ、まんべんなく伸ばして、まあ、5分から10分したら洗い流すだけ。まあ、すごくね、工程が簡単と。でね、先ほど言った通りですね、こちらの除毛フォームですね、肌をいたる保湿成分配合と。で、これね、除毛フォームの中に、スクワラン、シアバター、グリセリンなどのオイル系水溶成分がね、バランスよく配合されています。なのでね、終わった後にスベスベ肌になると。まあ、しっかりね、肌のケアのことまで考えて作られているっていうね、素晴らしいアイテムになっております。というわけでね、実際に使っていきたいと思います。こちらね、乾いた肌にね、直接つけて、伸ばしていく、まあ、そういったね、除毛剤になっているので、もちろんね、このままお部屋の中でもできるんですけども、ちょっと撮影の都合上お風呂場に移動します。はい、ではね、早速お風呂場にやってきました。ちょっと声が反響していると思うので、まあ、なるべくちょっとボリュームを、落として話していきます。ではですね、箱の背面に書いてある概要、まあ使い方のところですね、これを確認しながらやっていきたいと思います。まずね、ステップ1、まあ、塗る。で、フォームを直接手に取って塗るか、まあ、フォームのね、先端についてるヘラを使って、毛がね、隠れるぐらい、まあ、泡を乗せていくと。この時ね、毛流れに逆らうように泡を乗せると、まあ、毛の根元までしっかり泡が密着するということで、まあ、今回はこう下から行く感じですかね。足なので。塗り終わった後はすぐに爪の中までしっかり洗ってくださいということで、まあ、早速ね、泡を乗せていきましょう。すいません、ちょっとね、絵面が汚くなりますが、まずはね、ビフォー、こんな感じです。まあ、もともと、さっきも言ったんですけど、結構ね、毛が薄い方なんですよね。まあ、意外とね、カメラ越しに見るとね、特に、毛が見えづらくなったりするんで、まあ、ビフォーはこんな感じですね。では、早速、ギャツビー除毛フォーム使っていきたいと思います。はい、というわけで、ね、今片方、やり終わったので、もう片方ね、やっていきたいと思います。で、ここでね、今こう使ってみて思ったこと、こんな感じでね、泡がちょっと固めの泡というか、思いっきりこうやって振っても全然崩れない。結構思いっきり振ってますからね、これ。全然形が崩れない。これ、ね、垂れにくい泡っていうのがね、まあ、ちょっと特徴的。まあ、僕はね、今ちょっと撮影の都合上お風呂場でやってますけども、まあ、もともとね、これ乾いた肌に使うというね、除毛フォームになっていますので、全然室内で使っても、これだけね、垂れにくい泡だったら問題ないんじゃないかなと。まあ、このね、ちょっとだけ、この上の方とかのちょっとだけ、こうポツンポツンってね、離れにあるような、こういう部分的に生えてる毛なんかを、これね、付属の先端のヘラを使って、こう伸ばすことができると。こんな感じで。
離れてるところにもね、ヘラで伸ばせたり、こう溜まってるクリームのところをちょっと取ってね、こう分配したりとか、先端にヘラがついてるってのはすごくいいなと。まあ微調整だったりね、こう手をあんまり汚したくないよなんて人なんかはこんな感じで、全然ヘラでね、伸ばしていっちゃってもいいんじゃないかなと。すごく便利ですね。あとはね、出してすぐに、さっきのね、箱に書いてあったマリンシトラスの香りっていうのがね、こうふわーっとね、広がるんですよね。もうこういうね、除毛系のやつってどうしても匂いがきつくなったりするんですけど、すごいね、これだったら全然部屋の中でこうやって出しても問題なさそう。垂れにくいしね、泡も。はい、ではね、こんな感じで、クリーム塗り終わったので、10分ね、時間を置いてから洗い流したいと思います。セーラームーンみたいになってる。はい、というわけで、今10分が経過しました。意外と10分経っても泡はこう残ってるというか、もっとね、なんかこう消えてるかなと思ったんですけど、あと普通に歩いたりしたんだけど、全然この泡が崩れなくて、やっぱこれすごいね、この垂れにくい泡っていうの。毛流れに逆らってこうしっかりつけたから、泡がね、ちゃんと密着してるっていうのもあるんですよね。これね、素直にすごくいいなと思います。でね、これちょっと見えるかわかんないんですけど、なんかね、毛が黒い、なんかほにゃほにゃの紐みたいになってるんですよね。あ、ちょっと見えるね。このへにょへにょになってる感じ。じゃあね、これを早速流していきましょう。じゃあね、洗い流す前にまずはティッシュなんかでね、こう拭き取り除毛をして、おー、しっかり除毛できていることを確認して、そしたらね、洗い流します。これ見てて、すごいポロポロ落ちてく。左の足も、うわ、すっご、気持ちいいね。これ綺麗にポロポロ取れていくわ。こういうとこもすって、ほら、つまむだけでポロポロですよ。こうちょっとこすると、わあ、すっごい見えますかね。これアフターです。おお、こっち側もどうですか。綺麗に除毛できたね。左足もすっきり綺麗、肌がすごいすべすべになっている。すね毛がびっしり生えて、男っぽかった足がね、めちゃめちゃ綺麗になった。やっぱ清潔感出るね。心なしかなんか長く見えるっていう。やっぱり塗って10分ぐらい放置して、でね、ちょっと拭き取ってから、洗い流すだけっていう作業もすごく簡単、片手間でできるっていうのがね、めちゃくちゃいいなと思いました。あとね、使ってみて、結構たっぷりめにつけて、手でしっかりこうなじませてあげた方が、しっかり除毛できるなと。で、本当にね、ヘラは細かいところにちょっとこうつけてあげるっていうような、そんな使い方が個人的にはいいかなと思いました。さあ、戻ってまいりました。いかがだったでしょうか。こう、さって塗ってね、10分で洗い流すっていうね、こう、短時間で、かつね、すごく簡単に使える。で、終わった後も肌がスベスベになると。今回はね、足で、除毛フォーム、やったんですけども、他にもね、気になる部分、腕だったり、脇だったり、胸だったり、お腹だったり、いろいろなね、ところに使えるので、ぜひね、このギャツビーの除毛フォームを使って清潔感男子を皆さんで目指していきましょう。というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。